That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys.皆さんこんにちは。こんにちは。今日はゲストにですね、稲垣さんに来てもらいました。はい、はじめまして稲垣理央です。美容の雑誌の方からね、もう稲垣さんすごい可愛い可愛いっていう話を聞いてて、でもうぜひって感じだったんですけど、もういやびっくりしました。ポテンシャルの塊ですね。いやいやいや、でもめっちゃ嬉しいです。このね、今のメイクもめちゃくちゃ綺麗なんですけど、これはもう稲垣さんのチャンネルもぜひ見ていただいて、いつも僕ここからプラスオンでできるってことやってたんですけど、なんかね、最近あんまりそれが諦めちゃって、全然回らないんで、あれ今日はあれで撮ります、撮って新しくやります。このメイクも可愛いと、でも一個じゃないよねってことを言いたいので、ちょっと色を変えていきます。で、今年で言うならば結構実はゴールドが来てるんですよ。へー、そうなんですね。そんなゴールドってって感じでしょ。うんうんうん、ゴールドってすごく、ね、似合いやすい色なんですよ。そうなん、うん、これね、今コットンで刺さってやっただけなんですけど、かなり一発で取れるんですよ、綺麗に。よいしょ、これね、はい、これをねしっかり振って20回ぐらい振ると、この中に業界初のね、あのナノバブル発生器っていうのが入ってるんで、うんうん、これでやるとすごい汚れとかメイク汚れ全部取れるんで、でこうやってねちょっと直したいなっていう時とかもちょうどいいと思うんで、ほらもう結構綺麗に取れたでしょ。ほら全然違うでしょ。綿棒の方もスーッといくとなかなか取れづらいという、この粘膜系もかなり綺麗に取れてくるんで、うわ、もうなんかやっぱり取っても可愛いなね、いやでも本当にずっと褒めてくださります。いやいや褒めるでしょ、この顔あったらこの顔ってけなす人いないでしょうよ、ね、いいよな。今までこうなんかひどいこと言われたことないでしょ。ありますよ。ないでしょ。あります。俺なんてもうずっとそういう顔でかいとか、ね、あのブスとかって言われて生きてきた人間ですから、いや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 はいじゃねえよはいじゃねえよ本当にじゃあ行きましょう。さあゴールド、ゴールドってそんなにあんのかと。これサンローラン新しいパレットゴールドで、ナーズ、あー本当だ、結構あるんですよ。中上村さんね、ゴールド必ず入ってるんですよ、うん、まあシルバーとゴールドって今年結構ポイントになってくる色なので、じゃあやっていきたいと思います、うん、はい、はい、さあこれで一回取ったら軽くね、もう一度ファンデーション軽く押さえておいてください。この時下もね、ここも忘れずに、これ取った後何にもつけないでやっちゃうと全く乗らなくなっちゃうからね、ここをちゃんとやっていただいて、まあパウダーも軽く押さえてくださいよと。この工程は絶対やってください。誰に似てるって言われる？あんまり言われないですね。そうだよね、うんうんうん、全然違うよね、感じその答えがあんまり言われない好きよそういう、いやあのね、そうですね、あのね、俺ね、稲垣さんのその淡々とした感じすごい好きなの。本当ですか、うん、結構強いよねハートが。あれもなんか、うん、気も座ってるねって言われます。気も座ってるよ本当23歳の子そんなことないんですよ。でも本当23歳の子と話してる感じじゃないもん。本当ですか、うん、マスタード使いますね、黄色ね、黄色のクリーム、これうっすらです。これ一色で今日完成させるんじゃなくて、これベースです。なんとなくうっすら黄色入ったでしょ、うんうん、ね、こんな感じでいいです、はい、この上にさあ行きましょうか、ゴールド、ね、光沢が、光沢感すごいんですよ、うんうん、いやいやゴールド怖いやんけって思う人はちょっと例えば赤み混ぜたりするんですよ、こういうの。少しだけオレンジに寄せちゃうんですよ、こうやって。なるほど、うん、こういうやり方していくと簡単に馴染んでくれると思います、うん、色作っていく、少し赤み拾っていく、でオレンジでしょ、でこのままいきましょうと。うわ、もうめちゃくちゃ似合いますもん。はい、わ、かわいい。かわいいよね、うん、お金持ち感じゃないでしょ、うんうん、おしゃれ、おしゃれなの、そう、うん、おしゃれなのよこれ本当にごめんねおしゃれで、もう二度と会えない俺と、大丈夫大丈夫ね大丈夫ね、はい、ありがとう。そういう優しさになんか救われます下はもうねゴールド単品でいきます、はい、上いきますね、ごめんなさい下ですね、はい、どっちやねんいやめちゃくちゃ馴染むんですよ。ちょっとちょっとやっぱりいけた
ね、クリーム黄色まず軽く仕込んでからのですね、からのうわほらちょっと上品な顔。そうなのもね、うん、うわかっこいい。長木さんの場合は目頭から入れてきた方が綺麗ですよねっていう話ですよね。かわいい。めっちゃかわいいやろ。めっちゃかわいいです。いやすごい綺麗ですよね。めっちゃ綺麗。涙袋とか必要ないらいらないでしょ。向こうでなんでこんな書いてないのに。そうなの、うっくりうっくり見えてくるの。ここね、ここに一発明るいのこのパールが入ってるってのは大きいですね。あ、うん、立体感。立体感。うわー超絶かわいいですよ。めっちゃいいです。きたな。これトレンドカラー実はゴールドとかシルバーとかこの本当こういう色なので、うんうん、ぜひぜひ覚えていただけると、うん、ね、使い方も簡単なんで。この変更パールの入ったラメが今年結構来てるんですね。ちょっと濡れた感じになるでしょ、うんうん、ほら、うんうん、ほんとださっきと一緒です。クリームとかがついてるところにポンポンと置いてください。置いてから行くと全然落ちてこないんで。うわー綺麗。あー濡れ感がすごない、うん、すごいすごいでしょ、うん、ねゴイスって言いながらやっていただいたらいいかなと思ってます。これは、はい、言いながらやる。いや言いながらの方がいいですね。稲垣さんやってんの見たいな。そのやってぜひ。嫌です。ゴイスってやってほしい。稲垣さんになんとか毎日見てます。毎日毎日してます。ちょっと濡れ感とかバーンと出てちょっとこっちのカメラにちょっと寄りでバチッといってバチッと。うわこれはすごくない。そうこれも結構トレンドになってるんで、ちょっとグリッターみたいなパールのものをうまく乗せていただいて品よく使うとすっごく効いてきますんで。で今度眉毛を少しだけオレンジのニュアンス入れます。で眉毛にオレンジ入れる時ももう眉頭にちょっと入れます。今度眉頭さーっとオレンジ入れる。もう他のとこ入れない。ここだけちょっとオレンジ。本当だ。でこっち側は下を足してあげたらいいかな。じゃあよし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 。ちょっとちょっとなあいいです。めっちゃ可愛い。なあそうなの。ここでライン引いてないっていうのもポイントなんですよ。実はここでアイラインマシンで引くんではなくてアイシャドウだけでギュッと寄せてあげて、うん、眉毛でもちょっと真ん中に色つけることで全然印象変わりました。で抜け感があるでしょ、うんうんうん、なんかすごい可愛いよね。このメイクめっちゃ好きです。なんじゃで、あの感触も好きっておっしゃってたから、はい、いやもっと私感触系使いたいですって時はラインでいいじゃないですか、うんうん、例えばこのネイビーとかでもそうだけどこの上に例えばこのラインこうやって入れてあげると結構違いません？ほら、うんうん雰囲気変わってくる。そう良くないですか。アイシャドウちょっと雰囲気変えてリップは一緒です。眉毛は形は一緒なんだけど色をちょっと変えただけで雰囲気変わるぞっていうのをちょっとやりたかったんで、もうこれはね本当ガラリガラリね、そろりそろりじゃないですね、ここは。はい、もうちょっと大声でいけるかな笑い。的にめっちゃ好みです、うん、いや俺は赤の好きだったよ。赤も可愛かったです。新鮮、うん、新鮮だった、うん、あと多分これはいつもに近くてイメージしやすい、うん、ああなるほど。そうね。でもなかなかゴールドってちょっと手が出んやんかっていう方でもいけるでしょって思ってたんですけど、うん、めっちゃ馴染んでるんで来たよ。すごいいい感じ。今日のファッションにも全然合うと思うんで、うんうん、黒系とかね、うん、いやおじさん一人ではしゃいじゃいました今日は。申し訳ございません。楽しかったです。大丈夫ですか。ごめんなさい、あの感情がいやいいんですよ、分かりにくくて。もうそのキャラで言ってほしい。次会った時にちょっとなんかうわーって来られちゃうと多分おじさん引いちゃうんで、逆にどうしたらいいか分かんないんで好きですその感じ、はいはい、最高でした。もうありがとうございます。本当にもう本当に楽しい時間。もう見てる方は一番分かってると思いますけど、おじさんめちゃくちゃはしゃいどるわ、ね、うちのスタッフがもうえらい顔してます。やっとるな親父みたいな顔してます、はい、すいません本当にということで皆さんぜひぜひ稲垣さんの方のねチャンネルもぜひチェックしていただければと、はい、はい、思っております。ではまたありがとうございました。たくさんのヘアメイクを皆さんにご覧になっていただきたいと思っています。チャンネル登録
よろしくお願いします。